北、大西洋の熱帯波の図節熱帯波は、扁東風波動ともいい、熱帯赤道付近の大気で発生する大気波の一種である。赤道やその周囲の熱帯地域の上空には、波動冷循環に伴って、高緯度低圧帯から熱帯収束帯へと向かって、大流圏下部で強い風が吹いている。この風には、周期的に流路や強弱の変化が起こる。これが熱帯波である。 熱帯の活発な対流活動によってできた積乱雲群は熱帯波によってできた低圧部に引き寄せられてまとまってクラウドクラスターと呼ばれる塊を形成する。これは積雷雲同士が第二種条件付け不安定によって相互に結びつき大きな低気圧性の循環を始めるきっかけとなる。これが発達すると熱帯低気圧となり循環が一層強化されていくと 台風やハリケーン、サイクロンといった強力な熱帯低気圧へと成長する。アメリカやカリブ海沿岸、大西洋、ヨーロッパではアゾレス高気圧の南円で発生する低圧部として知られ、これが精神して発達するとハリケーンになるとされている。日本付近を含めた北西太平洋ではこれに相当するような強い高気圧は赤道付近まで及んでいないため、 高気圧と関連付けられることは少ない。ありがとうございます。